東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。次の段落では陰陽、顔色とか脈とか指示の変化に青のはその正常の状態です。青のはどういうことかというと、例えば春の時に脈だとすると少し弦脈で、色だと少し青色あります。夏の場合は色は赤くて脈の方ですと紅脈、秋の場合は色の方は白くて脈の方は不脈、冬の場合は色だとすると若干黒くて脈だと沈脈になります。これは正常の状態です。でもしこの色と脈と季節と合わないだとしたら良くないことです。合わないというのは強すぎるか、あるいは足りないかによってまた状況ちょっと変わってきます。もし強すぎるでしたら、例えば夏の時に色は赤なんだけど、でもこの赤色はちょっとあんまりにも強いだとしたら、これはいわゆる邪気の方がたくさん溜まっているということで、この場合は精と言います。精神の精です。逆に夏の時に色の方が赤くなるのは普通なんだけど、色が赤くなくて白い色の方が強く出てくるでしたら足りないということですので、足りない場合は気血の方が消耗しているということで、でそこの場合は小と言います。精と小のもう一つの意味があります。本来気が強すぎる時に当然脈とか色もそれに合わせて強すぎる状態が出てくるはずなんだけども、だけど強く出てないだとしたら、この場合は要は邪気体の中に溜まってて精と言います。例えば大木の年、西雲の方は大木ですから木の気が強すぎますので、全体的に脈の方は弦脈、そして色の方は若干青色になってくるはずなんですけども、でもこの時に弦脈でも脈は非常に柔らかい、色の方も青色では出てないっていうことであれば、精の状態、つまり邪気が体の中に溜まっているということで病んでる状態を意味します。でそれと逆に足りないなのに気が強く出てる場合、例えば消化の年で、今年消化です、化の気が弱いですので、化の気が弱いでしたら脈の方も硬脈ではなくて若干小さくなってくるし、あと色の方は赤色はあんまり出てこないはずなんですけども、だけど色の方はすごく赤くて脈の方もすごく大きいでしたら、この場合は小と言います。要は気血が結構消耗してるということで、あんまり良くないってケースです。あと陰陽の方がそうしてないでしたら感覚っていう病気になります。この陰陽そうしてないというどういう意味かというと、脈の方が月の影響によって陰の方のブレに入ります。色の方が太陽の影響に対応しますので陽のブレに入ります。だから陰陽は合わないっていうことは、つまり色と脈の方が合ってないっていう意味します。例にしますと、例えば脈の方が弦脈だけど色の方は青色ではなく、例えばなんですけども白い色になるだとしたら、色と脈の方が合ってないということを意味します。こういう場合は感覚っていう病気と名付けられます。次、肯定の質問なんですけども、脈の方と指示の変化とどう関係するか、指示変化するときに脈の方はどういうふうに変化するか、病気になった場合は病気変化したときに脈の方にどう現れますかっていうこと、病気は中にあるかそれとも外にあるか、脈でどう見ればいいか、この5つの質問、指示との式です、ね、要するに春夏秋冬の四季の変化と脈との関係、病気と脈の関係、あと病気の変化と脈の関係、病気は外にある場合、内側にある場合の脈の状態、そして病気は外から入ってきた場合の脈の状態、この5つの質問について詳細を教えてくださいと皇帝が質問しました。気迫からこの質問を答えるために、まずこの天地の運行のルール、天地の天の運行のルールから話しさせていただきます。この万物の外と六号の内、天地の間、六号というのは上下左右、前後というのは六号です。要するにこの宇宙の中の
ことなんですけども、天地の変化によってこの陰陽の変化が生まれていきます。陰陽の変化は例えば春の時のこの暖かさ、だんだん夏になってくるとその暑さに変わっていきます。秋の時のこの涼しさ、祝殺の木というのは冬になってくると風蔵の木になって寒い木、厳冬になります。この春夏秋冬の変化に合わせて脈の方も変化していきます。春の時に脈の方はどうなるかというと、気、境、貢献という4つの言葉がありますけれども、気っていうのは円を描くための道具で、境っていうのはこの四角を描くための道具で、貢と剣っていうのは物を測るためのこの測りってあります。測りのこの重りの部分は剣と言います。この横の棒っていうのはこれ貢と言います。春の時にこの脈の方中から出てきて、まだその陽気はちょっと強くなって出る途中ということで、脈の方がまろやかな感じになります。で、夏になってくるともうこの脈が強くなって、いわゆる硬脈になりますので、結構明確になってきますので、カクカクしてるという感じ、非常に分かりやすいのはこの夏の脈の特徴です。で、秋になってくるとこの脈っていうのは気が下がっていきますので、秋の方はちょっと下がり始めようとする、ちょうどこの重り、はかりのこの横の棒っていうのは重りを移動するとすぐ下がっていくという感じ、下がろうとしてるんだけどもまだ下がりきれないという動きです。冬になってくると脈の方はもう完全に下の方に沈んでいくということですから、まさにこの重りの重い感じ、沈んでいくという、その沈んでいくという重りの状態を称えることができます。今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。